2023年、この町に藤井元気の新しいスタジオが完成した。そうですね、神楽坂はね、とてもいいとこですよね。街が落ち着いてるのね、まあ、大人の街っていう感じがしましてね、僕は好きですね。そしてだからみんなその店主が主がこだわりになるようなそのお店が多くって、だから行ってこう知り合いになるとですね、いろいろ融通聞かせてくれたりする。でそういうのが非常に楽しいですよね。まあ縁あって神楽坂とのちょっと早稲田寄りのあたりに、まあ、新たにそのスタジオを作ったわけですけど。藤井元気、7つのプリンシプル。こんにちは、藤井元気です。私の事務所兼スタジオが9割方完成いたしました。これでですね、これからますますこう集中的にいい仕事をしていきたいなというふうに思ってます。私は今までいろいろ考えてきたことをですね、まあ仕事しやすい環境で、まあ僕の一つの大げさに言えば世界観といいますか、もう表したようなスタジオであり事務所なんで、そこを皆さんにぜひご案内したいと思います。じゃあ行きましょう。最初に私たちを迎えてくれたのは、深い藍色の結晶が輝く鉱石。これは一体、これはですね、まあ、ハート型ですよね。で、これはもうもちろん見ていただいた通り、まあ、鉱石石なんですけども、これはアメジストという宝石なんですけれども、これをドンとですね、ここに置いて、まあ、お客さんをウェルカムするという意味で置いてあるんですけどね。でハート型でだしね、まあ、優しいでしょ。でなんでこんなものを置いてあるんだということなんですけどもね、やっぱりこう我々都会の中にいると自然の息吹というか、そういうものから遠ざかっちゃうんですよね。でそういうのが嫌で、まあ、少しでもこの人工的なスタジオや事務所の中にも自然の息吹をね、生命を感じられるようなものを置いときたいということで、これが力を持ってると思うんで、まずこれでですね、お客さんを歓迎すると同時に、この事務所全体の、まあ、気を良くするようにと、まあ、そんな思いを込めて、ここに入り口に、このアメジストを置いてあるということです。どうもこのスタジオには至る所に藤井先生のこだわりが生きているようだ。ここは私の仕事関係の本をテーマ別にジャンル別に分類して置いてある場所なんですけども、まあ石の話をいたしましたけども、人間っていうのも大自然の中で生まれてき、た存在ですから、大きな視野を忘れないで今の現在進行形の問題も考えていきたいというのが私の基本的な立場です。そこであんな石をですね、いきなり置いてあったりということにもなるんですが、あまり広いスペースではないんですけども、こういう場所があったんで、ここにちょっと植物を植えたくてですね、植木屋さんにお願いしてこんなスペースを作りました。このテラスの花のアレンジを担当したフラワーデザイナーに話を聞いた。皆さん、今回はどんなところをポイントに考えてるんですか？そうですね、なんか先生が何でしょう、新しいインスピレーションが湧くような場になればいいなと思ってるんですけど、風を感じるようなとか、息抜きの場になってリフレッシュできればいいなと思います。これはオリーブの木ですよね。でこちらがシマトネリコっていう木だそうです。植木屋さんにお願いして、こう風を感じるようなね、こう風がねちょっとでも吹くとですね、この葉が枝が葉が、まあ、さやぎますね。でさやさやと音がする、そういうのがいいなと思って、
入り口のところに大きな自然石を置いておきましたけども、まあ、この都会の自然から切り離された都会の中で少しでも自然とつながっていたいという、まあ、あのかろうじての私の抵抗といいますか、人間はやっぱり大自然によって生かされてるんだという、そういうことをまあ少しでも忘れないでいたいという感じです。まあ、強いて言うと私は人間中心主義が好きじゃない。人間だけの価値というものは人間の中に求めてもしょうがない。もっと人間を超えた大きなものがあって、それによって我々は謙虚に生かされているんだと。ガダン椅子になるかもしれないけど、私は俳句を作ってます。で、俳句っていうの、はこの自然ですね。例えばこういう草花が咲いた、綺麗だなと思う、実は自分の心が映ってる。だから大自然に映した自分の心。花が咲いて花は綺麗なんだけど、花が咲いて綺麗だねと思うのは人間の心なんです。大きな心に自分の小さな心を移して、でその感動を読む。その時に人間の小さなエゴが解放されるんですね。大きな自然に小さな人間の心のエゴが解放される。でそれがね、俳句というものの素晴らしさ。今日街路樹を見てたんですけど、街路樹がだいぶこの辺プラタナスなんかが多いんですけど、葉を落としましてね、でこう冬に向かって準備してると言いますか、身構えてる。それで一句できまして、木枯らしを待ち街路樹に覚悟あり。木枯らしを待つにしましょうかね。木枯らしを待つ街路樹に覚悟あり。覚悟を持ってですね、これから寒い日に耐えていくぞという、その臨然たる気迫を街路樹に今日は感じましたということですね。藤井元気、一つ目のプリンシプル、人間を超えた存在を信じる。まあ、もともと井戸町で芸者さんがいるようなところだけども、メインの神楽坂の神楽坂通りから両側に入っていくとですね、その路地の奥、さらに路地の奥の奥みたいなところにですね、とってもいいお店があったりして、まあ、いくら散歩してても探索しててもですね、探索しがいがある。事務所からそういうところがすぐそばだっていうのですね、大変楽しませてもらってると。いい場所にご縁があって、事務所とスタジオができたなと思って感謝しております。で適度にその自然が感じられるようなところもあるし、でそういうところに行くと、まあ、俳句もよくできるし、それから、まあ、歩いてて楽しいですね。今この路地の奥のね、素敵なお店なんで、こんな句を言いました。神楽坂路地の奥なる小さき秋、神楽坂の路地の奥にね、今小さい秋がやってきたと。からもここをちょっと横に見ると、柿の葉がのもみじになってるのがちょっと途中で目についたものですから、柿の葉のもみじ錦屋路地の奥、柿の葉のもみじ錦屋路地の奥などというのをこの即興で作って、おりました。散歩するには非常にいい街ですね。ここは藤井はこのスタジオのあるこの町からたくさんのインスピレーションをもらっていた。猫は年中のんびりしておりますから、きつい仕事をやってる時でもですね、猫はあくびしてボーッとしたりしてですよね。でそれを見るとね、ちょっとこっちが緊張感が緩んで、あ、そうだと、やっぱりちょっと心の余裕を持ってね、やっていこうっていうようなね、気に、まあ、猫の頭を2回3回撫でればなると。猫見るとなんかちょっと気が緩みますね。いい意味で気が緩む。で、やっぱりそういう心の余裕がないとね、大事な判断っていうのはね、人間間違えちゃうことがある。まあ、僕は英語のセンスオブヒューマーっていう言葉が大変好きですけども、ユーマーのセンスね、昔聞いたんだけども、ユーマーのセンスっていうのは自分を第三者として見ることから生まれると。まあ、自分は今一生懸命やってこんなことを必死でやってるけど、でも人から見たらね、お笑いかもしれない。あと自由な、完全に自由な存在ですから、
見てるとどっかいつもユーモアがあってね、うん、救われますね。だから猫は人間の仕事と関係ないんでしょ。だから僕がどんなにその仕事が締め切り前で緊張してようがピリピリしてようが猫は関係ないんですよ、うん、だから猫を見るとねほっとしますね。それはねご利益だと思いますね、まあ、猫は自由でね、まあ、猫はみんな自由民でみんな貴族みたいなもんだと僕は思うんですが、野良猫も含めて、まあ、そういうとこが好きですよね。これはもう私が一番安心してゆったりリラックスして仕事できる場所っていうことなんですけども、まあ、そこにどうしても猫が一緒にいてほしいということで結構手をかけて空中キャットウォークを作ったわけですよ。そういう設計にしておくと猫が生き生きねそこで遊んで暮らせるでしょう。そうすると緊張感の中にもリラックスして仕事ができると、うん、かなり斬新なですね空中キャットウォークを作ったん でしかもアクリル板にしてね透明な板にして下からね歩いてるのが見えるようにしようと。そうするとこっちも安心だしね、うん、それで猫たちも結構楽しんで空中キャットウォークを、走り回ったり闊歩しておりますんでね。うちの大事な従業員の一人の、クリム君です、猫社員2名のうちの1人です。お月さんはですね、三日月の格好をしたところに居場所があって、それは壁に取り付けたんですけど、あそこがすっかりクリム君がお気に入りになっちゃって、クリム君のお得意の場所はここ。ここで面でしてることが多いです。これなんか三日月型のね、あそこにいる時間が長いですね。お兄ちゃんのエラン君の方はちょっとまた別のですね、高いところにあるハンモック、そこにいる時間が多いんですよ。上の方から、オルカの人間とも平行しているという所在に猫いる人って多いと思うんだけどね、空中はね人間歩きませんから、あそこはだからもう猫のね、まあ、独占場なんで、素晴らしい猫空間になったんじゃないかなと思って、うん、猫がまあ、元気であればこっちも元気で仕事ができると、そういうことです。猫と付き合ってると普段にない頭のなんていうかな、うん、回路が開くっていうか、そんなとこもあるかもしれないね。そう、あそこに入ったらね、ちょっと、ね、猫を主体の空間みたいな感じですよね。でもそれでいいんですね、うん、猫がハッピーで暮らしていければこっちもハッピーと、そういった意味でちょっと面白い書斎の設計になりました。藤井元気2つ目のプリンシプル、猫と共に心の余裕を忘れずに。あ、藤井先生、買い出しですか？実はスタジオにはキッチンがある。この日は藤井先生がそのキッチンで料理に腕を振るってくれるという。今日はビーフシチューを作ってみようと思いますが、料理の第一段階で一番大事なことは手を洗うこと。仕事してるとやっぱ手汚れてるんで、やっぱり一流の仕事してる料理人 のキッチンはものすごく綺麗です。ちょっと自慢ですけどね、煮込み料理使うときに使う鍋だけど綺麗でしょ。新品同様になるまで綺麗に洗ってます。ビーフシチューといってもテロコンのものじゃなくて素人の料理ですから、まあ牛肉を煮込むだけ、メキシコ産の肉だそうですけど、昨日、非常に美味しそうだったんで、やってきました。僕の普段の仕事って頭ばっかり動かしてこう手を動かさないっていう手作業なんですよね、うん、でそれがいいみたいね。縦に切っちゃうのがいいんじゃないかな。素材が大事っていうことで、あと安い肉買ってきて美味しい料理に仕立てるっていうのが、まあ料理する人は一番やりがいがあるかもしれないね。種明かししちゃうとね、私のビーフシチューのね隠れたね素材の一つはね、お味噌を使うと。もう味噌を使うのが味噌っていうねね、料理は音もいいんだよね。これはまああとはタメに赤ワインで煮込むっていうだけなんですけど、まあ男の料理って言ったら半分趣味っていうのは、まあ、それは僕にとっては気分転換っていう、その面を聞いてる。で、ワインはどん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 足していきます。ああ、ワインのいい匂いがしてきたね。まあ後の段階でいいか、明日美味しくなあれなんですよね。明日完成で皆さんに食べていただく。そして翌日、
それでは2日目に入ってるんですけども、実はビーフシチューね、昨日煮て準備して下準備しておきましたやつを今日はまあ仕上げということになります。はい、ここに、ビールがございまして、このビールが大事な役割を果たすわけですが、これは私が飲みます。ワインをさらに、足していきますね。まあ、僕は全部大体こういうの目分量で適当っていうか、レシピを読んで料理したことってほとんどないんですよ。味付けにこのお味噌を使います。お味噌でこれもやっていくうちに自分で発見したわけ。うん、うまく出た。小さなスプーンですけど、まずお肉の塊から言ってた。肉の歯応えちょうどいいですよね。ちょうどいいですね、うん、これ噛んでふっとほぐれるぐらいの感じ。止まらないそこまで言っていただけると嬉しいです。 100g 258円の肉ですから、これを丁寧に煮込むとこれだけうまくなる。こういうことが、まあ、やってるのが楽しい。順風満帆のように見えるが、世間から理解されず苦悩する日々が続いたという、うん、僕はずっと冷遇されてきましたもうかなり苦労しましたね。しかし藤井は志を捨てなかった。このまま世の中忘れられちゃうかなという感じもあったけど、まあ、自分は自分独自の発信するしかないなと思ってて、インターネットでワールドフォーキャスト始めて、これは2017年からですから、まあ、それからようやく安定した基盤でね、今若干の職員もいて、いろいろ専門別に、調査研究してくれてます。売れてない時間のがないです。はるかに自分はこうとしか思えないっていうオピニオンを発信して、だからそこで自由にやらせてもらうと。だから僕は不安定でも自由を選んだ人間であって、その分クリエイティブでいられる。それが僕が自分大きな日本に貢献する一番の道なんだと、そこら辺の確信は揺らいでません。やっぱり元気じゃなきゃいけないからね。その点で料理やなんかするのもすごくいい刺激だから、人間の絆っていうのはその複雑なこともあるけど、一緒に飯食うってのは基本なんじゃないですかね。藤井元気3つ目のプリンシプル、料理も仕事も自由に想像力を広げる。連日締め切りに追われる藤井のスタジオの上にある書斎にお邪魔した。そのシャープペン疑惑ってなりました。全米でそのシャープペンを渡されて、シャープペンで投票用紙を書くと、それがまあはっきり言うと無効扱いになっちゃうと。で、保守派のニュースで一斉に報道されたと。先生、何をされてるんですか？気まぐれに絵を描き始めました。絵って言っても抽象画ですから、その時の気分次第で勝手に、いわゆるマジックペンで線抜いてるだけですけど、あとでちょっと色をつけたら面白いものになるし。よどみなく進む筆さばき。自分が描きたい線を描いてる。これは別に何を描こうと思って描いてるんじゃなくて、その時思うがままに手の動くように描いてるんですね。勝手に自分が描きたいように一応これで全体の流れっていうかできたのかなっていう、よくわかんないですけどね。まあ、そんな風にして、これはできたら、こんな絵も描いてますから、これも、線をバーッと描き始めて。で、これ、炎ってタイトルつけたんだけど、炎を描こうと思ったんじゃないんだね。後から見たらね、何に見えるかなと、炎に、ろうそくの炎かなんかに見えんじゃないかなと思って、単にそうタイトルつけただけなんで、皆さんが抽象画ですから、勝手なタイトルっていうか、これで何を感じるかっていうのは、
受け取り手はまだ受け取り手次第で勝手に考えてくれて、実は、裏側に仕事のメモが書いてある廃物利用、これもそうだな、これもこれはね、なんかね、氷河みたいに書いた後で見えたんだ、うん、氷河みたい、だから山みたいの書いてたんですよ、だんだん線を入れていくうちに、ね、これは黒だけで書いて、青だけで色付けたんだけど、海であろうが山並みであろうが、まあ何でもいい、見て何か感じてくれればいい。それなんか締め切りが迫ってるらしいんですけど、はいはい、そういう中でこう絵描くっていうのは、そういう時にストレスがたまると、そういうことをするんで、スタッフに怒られるわけですね何やって遊んでんだっていう、こういうことになるんですけどそういうストレス解消をしないと、でもこれはパッとまた自分の仕事に戻れるんで、だから多分僕の仕事の多くはほとんど言葉の世界のことで、こういう言葉を見て、言葉でそれをプロセスして、言葉で表現するんで、多分なんか頭がね、非言語のを使いたがってんじゃないのかな。料理する時なんかもそうだよね、なんか 手をこう無条件で動かすっていう、頭を動かすんじゃなくて手を動かして具体的なことをやるっていうことが非常にこうストレスが解消になる、まあ、これも手を具体的に動かすっていうことで、頭を動かすことと全然違うんですよね、うん、まあ気持ちいいというか、なんか面白い形ですよね、うん、なんかわけわかんないことやってるんですね、面白ければいいんじゃないかっていうことですね、うん、まあその自分は、まあ、基本的に好きなことしかしない、自分が一番興味のあることしかしない、で興味のあることと世の中で需要があることっていうのは、その必ずしも一致しないわけですよね、大体一致しないことの方が多いと思うんだけども、ですけど、まあそれはあんまり好きなことばっかりやってると商売にならないよということになっちゃうんですけど、まあ幸い大きな関心事で今の国際問題とかに対する関心持ってるってことは多分多くの人が関心あることだし、だけど基本的に僕はもう自分の好きなことしかできない、好きなことをやってきたわがままな人生を やってここまで来ちゃったんで、もう今更それを変える気もないし、まあそこそこ世の中とそこで折り合いをつけてきたんで、まあ今もですね、基本的に好きなことしかやってないわけです。そういうふうにしてるとやっぱり元気でいられる、変なストレスがないと、自分の好きな得意な分野のことだけをやるということになると、それは苦しくても自分の好きなことですから、まあ、それこそこういう仕事をしていて、その後疲れたり眠かったりしても絵描き始めるとで、無理してね、また何時間も起きて疲れてるのに、自分でもなんでこんなことやってんだろうなと思いながらもやってるんですよね。できてみたらなんか非常に自分の気持ちがすっきりしてる、あ、これを描いた時はこれをなんかこういうものを描きたかったんだなと、この描くっていうことによって自分の気持ちが自由になって、形になって、で嬉しい、だけどその次にはまた何か描きたいものがまた出てきてるんですよね。好きなことなら一生懸命になれる、でもそれはなかなか、まあ、辛いこともあって、まあ、皆さんもプロフェッショナルの人はそうだろうけど、好きな分野を選んだらね、これはね、好きで得意な分野を選んだらね、言い訳できないですよね。なんかね、でそれで勝負してちゃんと結果出さなかったらね、それ一番自分の好きで得意な分野だから、それでダメだったらこれ本当ダメな人間ってことになっちゃうんでそれはね、厳しいと思いますよ。そこで、まあ、自分を、まあ、追い込んでる部分ももちろんある、ここで勝負できなきゃダメだということですよね。国際政治の何が好きなのか聞いてみた。この全て非常に流動的なんですよ。共通のルールに従わなきゃいけないってことがないわけです。まあ今なるべく共通のルールに従うようにしましょうねって言ってるけど、まあロシアのウクライナ侵攻みたいに従わない。でそういう中で次に何が起きるんだと、どうするんだということ、それを考えるというのは非常にクリエイティブな仕事だと。ある意味でその自分の知性の限界までものを考えなきゃいけない。そのチャレンジですね、それは とても面白い。でこれが一番の生きがいですよね。藤井元気4つ目のプリンシプル、好きなことに情熱を持って集中する。
もう一つ、藤井がこのスタジオでお気に入りの場所があるというので案内してもらった。ここは私のスタジオの屋上なんですけどね、向こうの方見ると神楽坂の街がよく見えます。またこちらの方の右手の方見るともう夕暮れ時ですけども、新宿の高層ビルがよく見えます。こう空を見上げるとね、とってもね気持ちが晴れ晴れしますよね。見るとね、こう自分のちっちゃなエゴから解放されるしね、ほっとしますよね。私の専門は国際関係の国際政治、これ何のために具体的にやってるかっていうところ、やはり日本の国益ですね。日本の国益に資するためと、日本が安全で、そして日本人がみんな豊かに暮らしていけるように、そのためにはどういう方向に国を動かしていったらいいのか、まあ、そういうことをみんなに分かってほしいと思って毎日一生懸命勉強して、それをもとに皆さんに発信している。ある意味でこれからその自然と調和してね、生きていく人間が文明を築かなきゃいけない、その時に日本の文明っていうのは非常に大事な役割を果たすと思うんですね。でも同時にね、ナショナリズムっていうのは世界に出てった時にですね、やっぱりその国の愛国者じゃないとどの国に行っても実は相手にされません。もう自分の国をまず大事にするっていう気持ち、我々が愛国者であって初めて相手の他の国の愛国者の気持ちも分かると。だからナショナリズムっていうのは孤立したもんじゃなくて、そのナショナリズムを文明論的に掘り下げていけば必ず他の国のナショナリズムと共通項に突き当たっていくと。個性のあるものがいろいろ出てきて、それが相互に生かしながら調和してるっていう社会、まあ、そういった意味でナショナリズムっていうのはグローバリズムと僕は相反したもんじゃないと思うんです。飛行機がよくこう飛びます。これは大型の旅客機が向こうに行くのは多分あれ羽田の方に向かってるんだと思うんですよね。まあぼっとして見てるだけでも心が開かれるというか、くつろぐというか、屋上に上がってくるだけでね、とてもね楽しいですよ。この国と真摯に向き合い、世界と対峙する男の姿があった。藤井元気、5つ目のプリンシプル。ナショナリズムを掘り下げるとグローバリズムになる。ここはですね、スタジオの片隅にありますバーです。まあ、定員4名って感じですかね。お酒はいっぱいあります。私の大好きなお酒をいっぱいこう集めてあるんですけどね、これにまあ私の一番好きなスコッチでは一番好きなマッカラン、アメリカのバーボンウイスキーですね。エライジャ・クレイグというバーボンウイスキーです。バーボンウイスキーは発明した人なんですね。まあ、今ちょっと空いておりますけど、ちょっとガツンとくるところもあるいい酒ですね。このコーナーを作った理由はですね、まあ、一つはですね、私はがお酒が好きだからということが最大の理由ですけれども、それから、まあ、ここでですね、くつろいだ雰囲気で、バーでちょっと一杯飲みながらリラックスした雰囲気で、まあ、そこでいろいろ話をしようじゃないかと、撮影にも使えるようにということで、あえて、このスタジオの中に作ったわけです。まあ、紙芝を脱いでですね、ゲストの方と好きなお酒を飲みながら自由に放談したら、楽しいんじゃないだろうかと。もっともそちらの方で私が仕事をしておりますと、バーのコーナーの、ね、お酒が目に入りますんで、仕事の励みにもなると早く終わってですね、美味しいお酒が飲みたいなと思いながら仕事に励むこともできると、まあ、こういう仕組みになってるわけですね。まあ、お酒の好きな方はそうだと思うんだけど、やっぱりホームバーって一回作ってみたいなと思いますよね。で、まあ、そのささやかな夢がここで実現したと、そういうわけです。やっぱ男のちょっと夢じゃないですか。その夢がようやく叶ったと、
英語でね、ミーティングオブマインズっていい言葉がありますよ。でこれは本当のマインドとマインドの出会いね、腹を割って話すっていうような感じですね、日本語で言うとね。そういうことができるんだ、やっぱりこういう場じゃないですかね。ちょっとわがままな場所を作らせてもらったと。今日はバーボンのイードが手に入りましたんで、これ僕も初めてなんです。いい音しますね、つく時に。またこれが何でしょう、これは。この音、音、おっと、あ、割とスッと入っちゃいますね。この上の文字は何を書いてあるんですか。これはね、ビーボエルゴスムと読むんですけどね、はい、フランスデカルトという有名な哲学者がいまして、でこのデカルトが残した有名な言葉にね、コギトエルゴスムっていう言葉があるんですね。これラテン語なんですよ。日本語では我思うゆえに我ありというふうに訳されてますけども、コギトってのは自分が考える第一人称ですね。このビーボっていうのはね、我飲むな、我飲むゆえに我ありと、これ酔っ払いの心情としてはいいんじゃないかと。古典の詩にあるセリフだそうです。こっちはね、インビーノベリータス、ビーノはね、スペイン語存じる方はすぐ分かると思って、ワインですよね。インは同じですから、英語とワインの中にベリータスというのはね、真理があると、酒の中の真理、酒の中に真理があると。日本語でも酒真理ありなんてね、酒の中に真があるなんて言い方あるんでしょう。ね、酒を飲んで話をしていくと、そこで真理に到達すると、ラテン語で書いておくとね、ちょっと分かんなくて面白いんじゃないかと。うん、その歴史の中におけるね、お酒の役割、フランス革命でもね、アメリカ独立戦争でもね、お酒っていうのは非常に重要なモメンタムなんですよ。アメリカ人がイギリスから独立する時もね、あれは紅茶に高い関税かけられて怒ってね、でボストン茶会事件っていうんで、その前にね、実はね、お酒にすごい税金をかけてきたのね、植民地に。これでアメリカ人が怒ったっていうのがあるんですよこの方が、ね、大事じゃないかとか。そうだ、本当の理由はそっちだと。だけどね、酒飲みたいから独立したんだったわけにいかないから、アメリカ人もカッコつけてね、仕事をちゃんとし終えたところで充実感があって一杯飲むっていうのはね、やっぱり僕が一番好き。それでね、僕が考えたセリフがね、酒は人生の句読点、酒は人生の句読点、これはね、我ながらよく言えたと思って、ね、だから休みがなきゃいけないんで、飲めつ幕なしにダーって読んでたらいけないんで、やっぱりメリハリがなきゃいけないですよね。それはやっぱり句読点でしょ。ということで、句読点をしっかりつけて頑張りましょう。藤井元気、6つ目のプリンシプル、人生は楽しむためにある。今年最初のワールドフォーキャストの撮影がこのスタジオで収録されるというので、その現場に案内してくれた。こちらからですね、入ります。どうぞ。はい、大変明るくてですね、広い広々としたいいスタジオができまして、これから新しい作品をここからどんどん作り出していきたいと思って張り切っております。ワールドフォーキャストはもちろんなんですけど、台湾ボイスもですね、その他私の様々な動画の作品がここからいいものが生まれると思います。バックのスクリーンも新しいのが4枚もありましてですね、背景が変えられる。でこれがですね、新しく作ったスクリーンの一つで、新しい世界観が出てると思うんですね。だんだん降りてくると分かりますけど、地球なんですね。実際の花をですね、このスタジオで撮影して、丹念に撮影して、それを組み合わせてこういう地球ができていると。非常にいいものができたなと思ってます。でもう一枚はもうちょっと普通の世界地図に近いものです。これも生の花を、生きた花を取って丹念に撮影を、いろんな撮影をしていただいて、それを組み合わせて世界地図になってるっていうもので、これもちょっと今までにない世界観だと思いますね。しかもワールドフォーキャストなので W というですね、大きな字がここに出ておりまして、フレッシュな世界を見る目で皆さんに、ニュースをお送りしたいと。現実に動いている世界を、新しいパースペクティブで見ていくということが大事だと思うので、その意味でこの2つのスクリーンは、単に綺麗なバックのスクリーンというだけじゃなくて、私の世界観、自然観なりですね、そういったものが出てるし、このワールドフォーキャストや台湾ボイスの思想に合ったようなですね、バックの背景じゃないかなと。
というふうに思います。よりいい音を取ろうと思いましてシステムを今回作りました。ですからその場に応じてですねいろんなことができるもんですから、とてもいい音が取れるようになりました。先生と初めて出会った時はねちょっと怖いなと思ったんですよ。正直なので一瞬パッと見ると怖いかなって感じですけども話しかけると非常に穏やかでよく人間性がもろ出てますね。そこに惚れてます。はい、先生の話の中ですごい日々勉強になる分知らなかったことあそうなんだとかあこういうことかっていうことを日々撮影のたびに自分勉強してます。この年になってこれだけ勉強するのもいいことだなと思いますね。このスタジオで、いろんな動画撮影していきたいと思いますけれども、その時にね、心がけてることっていうのはやはりエッセンシャルなことからやるということですね。エッセンシャルなものを大事にしろって言った言葉はね岡清先生なんですね。数学者のね岡先生が残していった言葉ねものの考え方、この世界観、こういったものも伝えていきたい。プライオリティは何なのかと言った時に、エッセンシャルなものを中心にやっていくと。しかし中心的な出来事はどこなんだというその勘どころを、ツボをですねしっかり押さえていくと次の世代にどうしても伝えたいというメッセージですね。そういったことを中心に自分の仕事を組み立てていきたいというふうに思ってます。藤井元気7つ目のプリンシプル、エッセンシャルな仕事をする。自分のスタジオがこうしてそばにできると仕事のスピードも変わりますね。先生、非常に機動的にできるんでいいですね。そして照明がいいでしょう。撮ってても疲れ方違いますね。私の分に過ぎたスタジオじゃないかと思ってこの入れ物に恥じない内容を皆さんにお届けしなきゃいかんなと思って、緊張して仕事しております。先生お待たせしました。お願いします。大丈夫ですか。はい、はいはい、じゃあ行きましょう。いよいよ収録が始まった。はい、お願いします。はい、先生じゃあ今日は何分ぐらい。20分ですね。20分ぐらいだと思います。アメリカの下院議長選出の方が。それじゃあ行きます。よっ、はい、こんにちは、藤井元気です。今年初めてのワールドキャストです。最後にこのスタジオでこれからどんなことを発信していきたいか尋ねてみた。で、ワールドフォーキャストもね、よりそのエッセンシャルな大事な情報を皆さんにもちろんお伝えしたいと同時にアメリカのですねその私の友人たちとのコミュニケーションですね、それもこのスタジオでやりたいですよ。向こうとつないで草の根星川のジャーナリストたち活動家たちの意見を直接伝えると、それをぜひやってみたい。とにかく日本からの発信がすごい少ないんですよね。日本にもオピニオンメーカーオピニオンリーダーがいて、やっぱりね世界にいろんな意見を発信していくと、日本人はこう見てんだと、そういうようなこと、そういったことを世界に発信するスタジオにも越したいと、それが今まで以上にやりたいことですね。ワールドフォーキャスト国際問題以外の藤井元気の世界、これも大いに紹介していきたいと。今年も新しいカレンダー、私の絵でですねカレンダー作ってお送りしましたけれども、そういった絵の話からですね、それから私の好きな詩歌、俳句、そんなお話もしたいし、それから料理の話や、せっかくこのスタジオもバーを作りましたそのお酒の話もね大いに宇宙を傾けながら楽しくみたい、そういうところも皆さんに仕事以外の大人のエンターテインメントというかな、大人の深みのある趣味としてありますか、そういったものも提供できるようにしたいなというふうに思ってます。藤井元気7つのプリンシプル。 It's my principle.